今年3月、旭川の公園で遺体で見つかった広瀬爽彩さん、14歳。まあ、いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、トラウマがあっても学校自体に行けなくなってしまって、そう。で、学校に行くためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に何も自分じゃ思いつかなくて。行方がわからなくなる3ヶ月前、インターネットや電話で悩みを打ち明けた彼女の声をたどりました。